どうも、ビスさんです。今日は ONEPLUS シリーズを EFS ツールを使ってボルテ化する方法を紹介します。Android 10までは PDC というツールを使ってボルテ化することが一般的でしたが、なぜか Android 11になってから PDC ツールへ ONEPLUS 7シリーズが使用できなくなりました。そこで今回 EFS ツールを使って ボルテカをしたいと思います。現在、楽天の楽天アンリミテッドや au のポポなど、最近大手キャリアが出している新料金プランでは、ボルテカが必須となっていますので、アンプラスシリーズをお持ちの方で、まだボルテカをしていない方は、ぜひ実践してみてください。なお、今回、複数のファイルをダウンロードする必要がありますので、概要欄に URL を貼っておきますので、 そちらからダウンロードをお願いします。では、まずはじめに、p l プラスログキットとエンジニアモード APK というものをダウンロードします。まずはじめに、p l プラスログキットをダウンロードします。概要欄の URL を Google に入力し、するとこのようなサイトに行きます。Android 11以降というのを確認して、こちらをクリックします。すると、こちらの APK をダウンロードというボタンを押してダウンロードを開始してください。次にエンジニアモードの APK を同じようにダウンロードしてください。ダウンロードが終了するとダウンロードしたファイルを USB 接続したスマホへ移動しインストールします。なお、ここまでの作業は Android 10で すでに、ボルテ化をしている方には必要ありませんので、次から始めてください。次に、スマホの画面で、電話のアプリで、米、シャープ、800、シャープと押してください。すると、このような画面になって、下の方に、ファンクションスイッチというのがありますので、こちらをタップします。そして、ボルテスイッチと、 ボルテ Wi-Fi スイッチの2つを選択し、リブートをして再起動します。再起動が終わると、スマホの設定画面の Wi-Fi とネットワークを選択します。SIM& ネットワークを選択し、私は SIM1 に楽天、SIM2 にドコモの MVNO の OCN モバイル1を指しているんですが、SIM1 を選択します。すると、 ボルテと Wi-Fi コーリングというところ項目が出ていますのでそちらをオンにします。また SIM にも同様にボルテと Wi-Fi コーリングをオンにします。ただこれはあくまで設定の項目が出ただけですので実際にはまだこの状態ではボルテは利用できていません。次に デバイス情報のビルド番号のところ、こちらをですね、7回連続でタップしてください。すると、開発者モードが選択できるようになりました。一つ戻って、システムの開発者向けオプションを選択し、こちらをオンにします。このような画面が出ますが、OK を選択し、そして、USB デバッグという項目をオンにします。 こちらもオンにしておきます。で、気をつけないといけないのが、デフォルトの USB 設定です。こちらをファイル転送にしておくのを忘れないでください。では、この状態で、また電話のアプリに戻って、次は、米、シャープ、801、シャープと押します。すると、このような画面に出ますので、 エンジニアモードを使用してアクションを完了を選択しますそしてこの一番上のエンジニアモードトグルーをオンにしておきます次にパソコンの画面で ESS ツールをダウンロードします次に同様に EFS をネットからダウンロードしますこちらの画面に変わりますのでこちらをクリックします最後に キャリア別の MDM をダウンロードします。ダウンロードが終了したら、ダウンロードフォルダを開け、ダウンロードしたファイルをそれぞれ展開します。ここで私はファイル名の末尾を32というのを消してしまっていますが、皆さんはそのままにしておいてください。 EFS フォルダーの中に入っているこちらのファイルはコピーして EFS ツールフォルダーに入れておきます。そしてこちらのファイルですが各キャリアの MBN が入っていますのでご自身のキャリアのものを選択してください。私はシム位置が楽天なので楽天のこちらをコピーして 先ほどの EFS ツールにコピーします。次にパソコンのスタート画面から検索でコマンドプロンプトを検索し起動します。で、こちらが起動されましたらこのコマンドを入力します。こちらは参照するホルダーを指定するコマンドです。するとこのように返ってきますので次に こちらのコマンドをコピーして入力します。こちらは EFS ツールを起動するコマンドです。で、このように帰ってきますので、次にこちらのコマンドを入力します。こちらは SIM1 のスロットを無効化にするコマンドです。するとこのように帰ってきます。次にこちらのコマンドを入力します。 こちらは SIM2 のスロットを無効化にするコマンドです。すると同様にこのように返ってきます。次にこちらのコマンドを入力します。こちらは SIM1 の MVN を適用させるコマンドです。私の場合、楽天の SIM になります。するとこのように返ってきます。次に各キャリアの mbn ファイルが入ったフォルダを開き、私の場合、ドコモの回線でしたので、こちらの dcm と書いたフォルダを開きます。で、こちらをコピーし、efs ツールフォルダへ入れます。こちらは、ファイルを置き換えるを選択します。こちらの作業が終わったら、コマンドプロンプトに移動し、こちらのコマンドを入力します。 こちらは SIM2 の MBN を適用させるコマンドです。先ほどの SIM1 と同様にこのような画面が出てきますのでしばらく待ちます。以上で設定は完了です。ADB リブート入力すると再起動が開始されます。オルテカの完了です。 再起動すると一番上のステータスバーに Volte のマークがついています実際設定で Wi-Fi とネットワークのところを押すと SIM ネットワークのところ SIM1 と SIM2 どちらもアクティブとなっており Volte もどちらも有効になっています Volte 化が完了しましたのでシステムの開発者向けオプションのところで usb デバッグをオフにしておきます。そして、開発者向けオプションもオフにしておきます。今回、EFS ツールを使って、ポルティカをすることを紹介しましたが、こちらはあくまで自己責任でお願いします。パソコンやスマホの相性によってはできないこともあり、さらに、最悪の場合、スマホが 分鎮化する恐れもありますので、そちらを承知の上で実行してください。この動画が良いと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。